奄美群島勝手にガイド、加計呂麻島を旅してみましょう。おすすめはあの人気キャラの加計呂麻版生駒守くんです。その名の通り生駒地区にあります。瀬戸港からはおよそ3キロ、車では8分の距離にあります。距離は近いのですが、道の細い峠を越えるためにたどり着くまでに一苦労あります。そして実際に現地へ行ってみると、生駒小学校の正門の前に道を挟んで子どもたちを見守るように立っています。背後の海は生駒湾です。加計呂麻島に関しては文献や資料が極めて少ないのですが、いくつかの文書によると、琉球王朝時代、生駒湾は良質な港で琉球との貿易の拠点として使われていたようです。さて、その警察官の人形の生駒守くんは観光客にも人気で、写真を撮影していく観光客も多いようです。ただし、この場所には駐車場がありません。もともと観光目的で作られたものではないので、仮に写真などを撮る場合は自己責任で駐車する場所を確保して、良識あるマナーで写真を撮るようにしてください。南海日日新聞の報道によると、生駒守くんは1971年から2年頃、瀬戸内地区の交通安全協会が設置したそうです。当時は同じような警察官の人形を全部で5箇所に設置したということですが、この生駒守くんだけが現在まで残っているということです。そして今の生駒守くんは2020年に生駒小中学校家庭教育学級が化粧直しとして16年ぶりに色を塗り直したということです。地元の島民たちにも親しまれている生駒守くん、加計呂麻島へ行ったらぜひ並んで記念写真を撮ってみてはいかがでしょうか。